ってんね。はい、入ってんね。よし。まあ今日はなんとドン。社長、ラーメン伸びちゃう。おお。今日俺の大好きな唐揚げ弁当ね。職人飯ね、人気企画ね。で、古田くんは？俺？カップヌードルとチャーハンでも中国セットだよ。中国セットか。中国セットだよ。で、赤堀は？台湾セットかな。台湾セットね。カメラさんは？カメラさん、これ何？これ何？味噌カツだろ。何、味噌カツ？何、それ好きなの？うん、これ別に好きっすね。別に言うといいかげん。食べようよ。じゃあ、いただきます。はい、いただきます。もう折るタイプのあれはじゃないだね。いただきゃ。これな、ねえ、一頭って読むの？これ初めて来る。魚介ね。これ新作でしょ、ニッシーさんの。食レポ。うまい。ねえ、やっぱ職人ラーメンだよね、古田くん。ん？ラーメンだよね、職人は。うん。チャーハンとラーメンだよ。ん？チャーハンとラーメンで。おー、チャーハンセットみたいでいいじゃん。ねえ、サイズ逆だけんな。大きさは普通。それ赤い店なだけでしょ。赤い店。赤い店逆だ。赤い店はおかずの方多いやつ。唐揚げのとんでもないサイズね。地元に赤い店っていうとんでもない唐揚げを出す店があるんですよ。皆さん行ってください。通称赤い店だ。赤い店。赤い店って名前なわけじゃない。名前知らない。うまい。うまいな、これ。どうですか。ポン酢でね。これが大事。ローランドオイちゃん。ローランドオイちゃん。やっぱ青空の下で食べるご飯は最高ですね。最高ですね。なんかうまい。なんか語んないっすか。うん、語んないっすか。語る。職人っていうもの、うん、職人っていうのは比較的、まあ、だいたいカップ麺セットだよね。カップ麺ね。な、ね、そうじゃないと、こういうドカ弁系のやつで、味噌汁は絶対だよね。味噌汁と白いご飯で、上に梅干しね。戦争中。ん、違う。梅干しはあんまりいいね。うん、梅干し入るでしょ。弁当、日の丸弁当なんで。そうだろ、弁当は梅干し入るよな。普通に考えて、そうしんとおかずなくなっちゃうじゃん。はい、うん、おかずコンビニじゃん。あ、カップ麺ね。うんね。で、ね、古田君、うまいね。社長、今日何してたの？今日？やっぱ働いた後の飯うまいじゃん。そう、うん、今日ね、あのジャングルジム登ってたかな。俺じゃん。ジャングルジム、うつさんとジャングルジム。ジャングルジム。手前のだか奥なのか、どっちだか分からへん。うまい。ないな。なんか飲んでるって。もうこれぐらいいってる。もう5時間ぐらい取った。今4分。ね、ご飯食べるなんかゲームないの？ご飯食べゲームみたいな。ご飯食べゲーム？ご飯食べゲーム。あの。ロシアルーレットでもありはあるかもしれんけど、ただの飯じゃゲームはねえな。ねえ、美味しいね、やっぱ青空の下のご飯は。家の中だと美味しくないですか？いや、まずい。ああ、まずい。現場事務所の中とか食べちゃいかんね。外で食べんとね。うん、やっぱ雨の時もね、外で食べると倍ぐらいうまいもんな。傘さしてな。ごめん、どういう状況か全然頭に入ってこない。雨降ってる。だから雨降ってる中、傘をこうさしてで、こう濡れんようにして食べりゃうまいら。やったことない。カップ麺とか絶対うまいぞ。
やってみろ。やっとじゃない。なんでやる。俺トラックの中で見ててやるで。俺上手くなくてもいいわ。ね、まあ職人飯こんな感じですかね。面白かったらいいね。次回の動画もまた見てね。じゃあね、バイバイ。バイバイ。バイバイ。